どうもこんにちは、ナッチでございます。皆さん購入しましたでしょうか。こちら、お坊ちゃまでいいのかな。僕原作知らないんですけど、なコロコロコミックかなんかで連載してる漫画なんですかね。こちらの方のキャラクターがですね、モンスターポイント30万で購入可能です。信じられんよね、こんなことがあっていいのか。サクヤアナザーと同じならまだしも、この辺と一緒ですからね。使い方は皆さんに任せますけど、まあただ彼強いんで、このキャラクターね。リーダースキルがコイン3倍ということで、一番コイン稼げるキャラクターだと思いますので、今回はこのキャラクターで土日ダンジョン行ってみたいと思います。あるかな、土日ダンジョンなんて要交換シーンからさ、ない気がするんだけど。土日ダンジョン、まあないですよね。ほんじゃレーダーの方行きましょうかね。はいはい、こちら行きたいと思います。多分フレンドはね、オフだけで買った方がいっぱいいると思うんで、そんなにいなかったわこれやばいでしょ、半分どうぞって。はい、行きたいと思います。てか、すごいね、捨てがね。プラスウルトを回復、1600! すごいな。嫌だな、なんか。こいつ1600ってなんか嫌だな。ダントツじゃない、そんなことない。行きましょう。アポロの方が高いかな。はい、とりあえずもう、ネイとコットンで、コンボ強化でぶん殴っていくっていう感じのパーティーでございます。よろしくお願いします。懐かしいな、土日ダンジョンな。昔ここでお金稼ぐの好きだったんですけど、ね、カンストしてからも行くことないですからね。意外と硬いし。ビシュヌとかの方が良かったかな、これ。ビシュヌで目覚めつけて、ね、そっちの方が意外と良かったよってことが、なんかありそうなんだよな。実際どうなんすかね。そっちの方がいい気がしてきた。ビシュヌビシュヌネイネイが良かったかな。これでいくら？あ、すごいね。これ最後いくらになるんだろう。今のでいくらもらったんですかね。今ので146万か。すごい、1回で146万。弱点は倒せるんだけどね。シーフと違って本人が戦いに参加できませんし、スキブもないしね。ただこの金額は魅力的ですね。一応両方ドラゴンキラーつけてますので、こいつも何とか押せます。で、金が入ります。やばいですね。30万の価値があるかって言われたら分からんけどまあでも今までのモンポキャラクターにしては、前も言いましたけど、目的がちゃんとあるんでいいとは思うんですよね。僕はちゃんとお金稼ぎっていう使用目的があるんで、まあお金に困ってる方がいたらの話ですけど、お金に困ってる方が30万のモンポをね払えるかって言われたら、そこ微妙なんだよな。いいですね、もう729万ですよね。1000万余裕ですね、これ。ゴルドラなんて来ちゃったらもう本当にありがとうございますですよ。ゴルドラが1万落とすとしたらもう9万もらえますからね。いいね、1000万は余裕だ。さすがに奥まではいかないけど、奥行ったらもう手間崩壊か。でも実際わかんないからな、これ。金が入るさ、演出がさ、出ないからさ、お、すげえ、めっちゃ増えたって感じがあんましないんだよね。それがちょっと残念ですけど。はい、超えました。1000万でございます。よし。さあ、ボスまでやってまいりました。1500万ぐらいがね、着地点ですかね。体力のエンハですか。誰も体力タイプではないんだよな。友達の子は泥強か。なるほど。じゃあ倒しましょうか。
よし、ワンパンいけるかな。ドルキを入れたとはいえさすがに足りないかな。いけました。さあどうだ。お、ちょうど1500万ぐらいですね。素晴らしい。はい、ってことで、まあだいぶすごいよね。だいぶってかめちゃくちゃすごいよねこれ。1500、22728でございます。まあこれで一番いいのはあのコインゲリラなんだっけ、金色のなんだら、あそこ回るのがいいんじゃないかな。あそこならリーダーがこれでも多分ポチポチでいけなくないんじゃないかな。なんならナスカでチェンジしてね、いけるのかな、わかんないけど、あれはシーフだからいけるって可能性もありますけど、まあ、何かしらそういう編成が出てきそうですね。まだやりたいことがあるんですよ。こいつでゴルドラ回ってみたいんですよね。はい、とりあえずここはじゃあ全体で闇と木と短っとりあえずいっぱい倒して、まあでもゴルドラがお使いでた売却時の金だよな。あんまりこうダンジョンでお金がもらえるって感じではないけど、それでもだいぶもらえてる感じはしません？逆にチョキ出るとまずいですからね。キングいっぱい出てくれる分にはいいんですけど、だいたい60万ぐらいか、そんな感じですかね。67万、悪くないと思うな。こっちもスピードも経験値も稼げますし、これ全部売ったらねお金にもなりますからいいと思います。はい、ということでこちらのキャラクターね、今回付録についてくんのかな、ちょっとそれ見てみようか。付録についてくるんだったら、まあ、絶対 Android の方は、あ、Android ユーザー限定でコロコロ兄貴秋号でもゲットできますということで、 Android の方は絶対そっちの方がいいですね。差がひどくない？コロコロ兄貴一冊と30万って釣り合ってないと思うんだ。思いません？なんかそこ一緒にしてほしいよね、せめてね。 iOS の人買いにくいよね。なんかシリアルコードアップルが許してないみたいでダメらしくてね、 iPhone は使えないみたいなんですけど、いや今回のこのキャラクターは、ま、少なくとも使い道はあるって僕は思います。まあスキル名とかね、なんか捨てとか見た目とかいろいろすごいですけど、まあサブとしては使わないにしてもリーダーとしてやっぱり使う分には全然使えるんじゃないのかなって思います。特にお金ない方、あとはこのスキル継承できるみたいなんで、なんか自分の好きなキャラにこのスキルつけたい方半分セクハラみたいになってますけど、まあそういう方におすすめかなと思います。ってことで以上、お坊ちゃま使ってみた動画でございました。バイバイ。